相川区は中華人民共和国重慶市北西部に位置する市かつく。重慶中心部からは北へ54キロメートル。四川省北部と重慶北部の道路や河川交通の要衝である。区内では、下両港に巨港及び港が合流する。また、上油鉄路、水油快速鉄路、乱油鉄路。 弓南高速航路など、重慶都市川省北部、仙西省、甘粛省など各地を結ぶ、鉄道、高速道路が域内を通っており、交通は市弁愛川の江南岸の地区愛川区は、四川盆地東部に位置し、重慶市の北大門の役割を果たしている。統計105.5837から1 0 6 4 a 三十七北緯二十九点五一零二から三十点二二二十四の間に広がっており、東西六十九キロメートル、南北は五十八キロメートルにわたり、区の面積は二千三百五十六点二一平方キロメートル。東は重慶市、江北区と四川省下、商家市に、南は北廃区、壁山区に、西南は道陵区に、西北は。 四川省よもぎ経験と重慶市道南区に、北は四川省竹勝県に、東北は四川省竹池県にそれぞれ接している。区内東部の地形は四川盆地の東部特有の平行冷国と呼ばれるもので、多数の集極山地とその間の平野が平行している地形である。また区内北部、西部では四川盆地の中部によく見られる平螺間丘陵と、 呼ばれる、なだらかな丘陵と盆地が広がる。平行霊国の中でも、区内東南部を走る、幅の細い山地、花山は、区の面積の15.5%を占める。平ら間丘陵,陵は、面積1997.21平方キロメートルに達し、区の面積の84.5%を占める。海抜は低いところで185メートル。 高いところは花山中の1284.2メートルとなる。相川を流れる火梁湖湖の土手に沿って立つ、中国の伝統的なスタイルの住宅起源前全316年に、光圏が置かれた。元は、下降という地名で、町の北で、火梁湖、湖の二大河が合流しており、その水の衣のごとく、重なった様から名付けられたが、漢女チリシで、 こうと誤記されて以来、こうと書かれている。と恵国が四川盆地に入る前は、牧族の主要な居住地であり、現在の同僚山の麓にある、智子城は、戦国時代のと恵国の別途であった。相川に、初めて設置された、行政区画は556年に、正義による合衆であり、新末まで添い重ねされた。 中華民国が成立すると1913年に、加量港、港が合流する地点に位置したことより、愛川県と解消された。1992年8月4日、中継市の管轄下にあった愛川県は、研究市、愛川市に、昇格、2006年10月22日に、中継市愛川区に改変され現在に至る。 相川市街地の歩行者専用道路下部に7階道を23鎮を管轄する。長漁場ゆかりの人物には、北総大の儒学者、周都院、中華民国時代から人民共和国にかけての資本家、政治家、教育家の路作誠らがいる。相川市街の東の下両湖南岸の山上には、モンゴル、南総戦争における総と元との古戦場として知られる。 中漁場がある。重慶府を守るために築かれた城では、1243年から1279年にかけての36年間、南宋軍がモンゴル帝国軍に対して、頑強に抵抗した。特に1259年の戦いでは、モンゴル軍の鉄騎兵部隊に対して、木内の南宋軍は一歩も退りかず、モンゴル軍を率いていた皇帝モンケハンは木内からの、 砲撃で負傷して没死、モンゴル帝国のヨーロッパ・アフリカ方面への拡張は止まった。王権や長といった武将の下で抵抗した軍民は1279年まで降伏することはなかった。市街地の北東2 0トルにあるナダチンは北総に建設された町で、1999年には中国全国重点保護十大古鎮の一つとなった。 ほどの古い町である。鎮の東南には二仏寺と、小級重点文物保護単位にも指定されている、和下か岩間岩石国があり、和下海話の中には中国に現存する、わずかな禅宗道場の一つがある。その中の魅力座像は高さ17メートルで、川東でも第二の規模であり、ここから二仏と呼ばれている。ありがとうございます。